皆さんこんばんは。21時半からのハピーツスイーツライブ、今夜もお集まりくださいましてありがとうございます。徳島特産素材を使ったフランス菓子のお菓子教室アトリエ S リエゾンを運営しております徳本さと子です。今夜もよろしくお願いいたします。今日のテーマなんですけれども、自分の言葉で語れていますかというようなちょっと問いかけみたいなタイトルになったんですけれども、今日はそういうテーマでお伝えしていこうかなと思っております。ではね、初めにコメントを読ませていただいて、近況報告などさせていただいてから本題に入っていこうかなと思っております。どんどんね、コメントとかあったらいただけると励みになりますので、どんどんこうアウトプットしたり、ちょっとこう思ったとかいうことがあったらね、コメントいただけると1週間に1回のね交流なので、私も楽しみにしておりますので、よろしくお願いします。ではね、早速メッセージ読ませていただきます。チャビーさん、こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。一番乗りですね、ありがとうございます。そしてとしこさん、こんばんは、お願いします。いつもありがとうございます。はい、いよいよですね、もう9月入りましたね。早いですね。もうね、台風が過ぎてから気温がね、ぐっと下がってきた気がします。もう外出るとね、結構鈴虫とかが鳴いていて、風もね気持ちがいいんですよね。だから、あー、もうなんか秋が来たなっていう気がしてるんですけれども、皆さんのお住まいの地域はねどうですかね。でね、今ねちょうどオンラインサロンの方とかでお伝えしているんですけれども、 Kindle のレシピを9月に出版する予定なんです。そう、もう今月なんですよそれでね、もういろいろ今撮影とかして、もう撮影してというか終わってはいるんですけれども、パソコン作業が多いですね。でね、あの白味噌を使うお菓子があるから、その白味噌についてこうちょっと書いたりとか、白味噌の写真載せたりするんですよ。で、私がいつも使っているのは、ここの地元のね、鳴門っていうところの近くにある井上醤油味噌さんのお味噌を使ってるんです。ここは木だるでね、あの味噌を作っている昔ながらの製法で、もうずっと作っている伝統的な製法のところなんですけれども、今日味噌屋さんに行ってたりしたんです。で、そしたらね、これ白味噌なんですけどね、今回使うからこの白味噌をこう後ろに置いて取って、容器にこの白味噌を出して、その白味噌の写真を撮ってね、今日そのレシピのところに読み込んでみたいにいろいろ作ってたんですけど、行ったらですね、これが出てたのかね、ちょっと新しいので、有機味噌、有機って書いてある有機味噌が出てて、新商品ってこうすごい、ね、大きなこうポスターをね、入り口のところに貼ってあったんですよ。で、あ、なんか新しいのが出てるわと思って、で、私ときわが好きで、ときわいつも買うんですけど、あれ、勇気っていうのが出てるぞと思って、これってどう違うんですかみたいなねことを聞いていたんですよ。でね、そうしてまたね、そこでいろいろね話が始まって、その木だるの微生物の話だったりとか、イソフラボンの話だったりとか、なんかね、いろいろお聞きすることができて、ものづくりをされている職人さんがいるから美味しい樽で作った味噌をいただけるわけであって、もう本当になんか素材がねすごいなって思って、これをまたお菓子にとかね使っていけたらいいなってすごい思ったんですよ。で、そこはね、100年の、100年以上ある大きな木だるで、昔ながらの製法で作っているんです、このお味噌。で、これはモダンフランス菓子の講座でも、このお味噌をですね、皆さんにお送りしてるんです。で、やっぱりね、ステンレスとか、そのプラスチックのタンクで、いわゆるスーパーで置いているような大量生産されているお味噌ってあるじゃないですか。ああいうところは、その木だるじゃないけれども木だるに近い風味のものとか、そういうのができるように、いわゆるもう研究者たちがたくさんいて、そういうね白衣を着たような研究者の人がすごい研究して、それに近いものを作り出してるわけなんです。でも、それを
本当にアナログでやっているっていう感じなんですね。で、キダルそのものがその微生物の住処になるので、もう決してステンレスとかでは作ることができないこの風味とかまろやかな味であったりとかがするんです。だからやっぱりね、キダルで作ったお味噌ってうまく言えないんですけど、なんかまろやかで、本当にお味噌汁にしてもお菓子に使ってもすごくね、こう美味しいって言ったら、もう本当にその一言でね、ちょっとうまく表現できないんですけれども、美味しいんですよでね、これ何が違うのかって聞いたんですよ、今回有機味噌。そしたら、常盤味噌は100年の木だるでやってます。で、そのこのこっちのね、有機味噌の方は50年の木だるなんですって。で、この100年と50年の違いで全然ね、この風味が変わるそうです。で、その50年の方ってじゃあどう違うんですかって聞いたら、なんかね、味が若いですよって言われたんですね。で、若いんだってでも若いって言われても、なんとなくワインで若いとか言ったボジョレヌーボーとかね、思い浮かべるのでイメージはあるけど、若いって言われても若い味がどういう味か私ちょっと分かんなかったんですね。なので、じゃあ私比べてみたいから2つ買いますって言って、2つ買ってきて、まだ食べてないんですけれども、これを作ってね、なんかお味噌汁とかなんかにして、味の違いを50年と100年の木だるでどう違うのかっていうのをね、ちょっと試してみようって思って買ってきたわけなんです。そのお味噌屋さんってね、納豆を食べないんですって。なんでだと思います？ね、納豆菌ってすっごいね、強力なんだそうです。で、もちろん体にいいんですよ、納豆ってね。毎日食べた方がいいとか言われるぐらい体にいいじゃないですか。私も食べてるんですけれども、でもお味噌屋さんって菌を扱うから麹菌が納豆菌に負けてしまうんですって。だから、この井上醤油味噌さんももともと関東の方に住んでらっしゃって、納豆をね、食べてらっしゃったそうなんですけれども、この徳島に来てお味噌作りを始めてから、やっぱりこう納豆菌を入れてしまうと、その木だるに住み着いている麹菌っていうか菌が負けてしまうから、もう食べないようになったんだって。だからやっぱりね、麹を扱うってものすごくデリケートで、職人のこう知識とか技がいるそうなんです。で、なんかそういうお話をね、結構ずっとイソフラボンのこととかね、体のこうどういうふうに分解されていくとかね、お話も聞いてて、すごいね、今日いろいろこう学ばせてもらったというか、もうこれでずっと今日喋れるぐらいあるんですけどもはい、そうなんです。メッセージすいません、いっぱいいただいてますね。最近 iPad Air を購入したので、先生の Kindle を読めるのがますます楽しみです。ありがとうございます。ね、まだ完成してないんです。でもレシピは全部完成したんですよ。だから、あと写真撮ったりとか、こう目次書いたりとか、最後の奥付けっていうんですかね、なんかこういろ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 他に書くことがあって、そういうこう体裁を整えたりとかするのにちょっと時間がかかるかな。でもレシピは 10レシピあります。全部10レシピで、ページがレシピだけで今60ページです。なんでかこんなに長くなっちゃったんですよ。コラムとかね、いろいろ書いたり、一個一個のレシピに対して素材の説明とか、どういう発想の過程でこのお菓子が出来上がっていったか、和素材をどういうふうに使っているかっていうことを、結構その思考の回路を細かく書いてるんですよ。だから、そういうことに興味がある方は読んでて楽しいと思います。ただの作り方だけ書いているレシピ本っていうんではなく、なんかこう発想のもとをこうどうやってお菓子作りのこうね、和素材っていうのを取り入れて考えていったかっていう過程を書いてます。はい、サンサンさん、お肌ツヤツヤで綺麗なのは何か秘密があるの？そうですか、お肌ツヤツヤですか？もしかしたらダイエットの効果かもしれません。前話したんですけど、私お盆の時ぐらいからね、ダイエット始めてるんです。でも食事を
3食きっちり自分で作って完璧な、まあ、ほぼ完璧なコントロールをしてるんです。 PFC バランスとかをしっかり整えて、あの自分の消費カロリーと摂取カロリーっていうのが何キロかっていうのをきちんと調べて、その摂取カロリーがあの上回ってしまったら太っていくじゃないですか。当然あの消費するのより摂取する取り入れるカロリーが高いと太るわけなので、あのそれよりも必ず低いアンダーカロリーっていうのを毎日400からまあ500ぐらい減らしてるんですよ。でそれを私愚直にちゃんと計算して、あの1日もあのやらない日はないというか、もうパーフェクトにやってるんですよなのでそれをやるとやっぱりね、お肌も整ってきて体調も良くなって、体重はすごい減っているわけではものすごい減るわけじゃないけれども、すごく体調も良く目覚めも良くとてもいいですそのおかげでちょっとこうお肌もあのなんかこういい感じになってきているのかもしれないです。もう自分では毎日見てるので何ともわからないんですけど、ありがとうございます。はい、としこさん、私もずっと愛用してます。あ、そうなんですね。井上醤油味噌さんね、あの近所ですもんね。はい、はい、ようこさん、こんばんは。50年と100年の味の違い気になりますよね。そうなんです。私もね、若いって言われてもどうそれが若いっていう意味がよくちょっとわからないというか、あの自分の感覚としてなかったので。お味噌が若いってどういうことだろうってちょっと分かんなかったんですよ、ね、そうなんです。これってね、今日のお話にも本当に通じてくることなんで、あのちょっと今日前振りとしてさせていただいたんですけれども、あのですね、今日のテーマは自分の言葉で語れてますかっていうことなんです。でこれってさ、結局お味噌って食べてみないと、いくらその作ってる方が若い味がするんですとか50年の気だるですって聞いても、そうなんですかと思うんですけど、じゃあこれ人に伝える時ってそれ以外の情報を言いようがないですよね。分かんないから、だって食べてないし。だから結局はね、これ自分で買ってちゃんと食べてみて、そうするとこの味噌がどういう味でこっちの100年のタルトどう違うのかっていうことであったり、お味噌汁にしたらどうかとか、お菓子に使った場合、それだったらこれはこういうお菓子に合うかもしれないとかいう味を知って初めて発想って湧いてくるわけなんです。それを知らずして若いよって聞いただけで発想が湧いてくるとか、人に伝えることはできないんですよ。だから私はまだこれ食べてないから伝えられないんです、今の範囲でしか。でその違いですよそうでね、先日ね、あの私のオンラインサロンの方でね、スポンジについてお悩みをいただいたんです。でサロンメンバーの方がね、もし見てくださってたらもうあのご存知かもしれないんですけれども、いただいた質問がね、スポンジについてです。スポンジ生地について、しっとりきめ細かいスポンジを作りたいので、そのためのポイントを教えてくださいっていう質問だったんです。でちょっとね、ここあの説明が、あのその方のご質問の内容がちょっと長いんですけど、端折ると意味がわからなくなるのでちょっと長いんですけど説明させていただくと、今まで作ってたスポンジ生地はふわふわ感はあったけれども、しっとり感は足りないっておっしゃってるんです。ふわふわしてるけどちょっとしっとり感がない、まあ、つまり、まあ、パサパサまではいかないけどちょっとしっとりが足りないなって思ってらっしゃるってことですよね。じゃあその今までのレシピってどういうレシピで作っていたかっていうと、材料を言うとね、まず卵、薄力粉、薄力粉はドルチェを使ってるそうです。でグラニュー糖、水飴、牛乳、バター、これですね、卵、薄力粉のドルチェ、グラニュー糖、水飴、牛乳、バターを使ってスポンジ生地を作り、卵は湯煎にかけて温めていました。で水飴は何で入れてたかというと、しっとり感を出すために入れておりましたと。で今回試した別のね、新しいレシピというのが卵で、その卵に卵黄を1個加えました。で薄力粉は特宝傘を使いました。前はドルチェだったけど今回特宝傘に変えましたと。でグラニュー糖、
牛乳で、バターは入れずに今回生クリームに変えてみました。バターはやめて生クリームにしましたってことね。そして水飴は省きましたっていう内容だったんです。そして卵を湯煎にかけずに作りました。でこれで作ってみたところ、前のレシピと比較するとしっとりきめ細やかくなりましたと。しっとりきめ細かくなったと、まあ、しっとり感が増したわけなので、ふわふわ感があるがしっとりが足りませんって初め悩まれてたのが、これで、まあ、解消されたということですよね。でその解消されたのはご自身のこの考察では、薄力粉の影響が大きいのではと感じていますと。というのはドルチェから宝笠に変えたからしっとりきめ細かくなったのかなと考えていますっていうことだったんです。でその上で質問が3つあったんですけれども、湯煎にするのとしないのとではきめ細かさに対してどう影響がありますかっていうことと、スポンジに適した薄力粉って、まあ、何ですかという、今回特だった宝笠とドルチェを試されたけれども適してるのはまあどっちかみたいなことですね。あとはその牛乳とかバターを入れることが一般的だけれども生クリームに変えた場合のメリットを教えてくださいっていうような内容だったんですよ。でね、まあ、今回これのご質問を受けてですね、私が感じたというか、まあ、返信したことなんですけれども、スポンジ生地がしっとりしてないっていうお悩みだったので、それを改善するために今回の新しいレシピを試したっていうことですよね。でその方向性としてはね、材料を今回いろいろ変えてらっしゃいましたよね。それは間違いではないし合ってます。でも今回の変更っていろんな要素を一度にこう全部変えちゃってるんですよっていう印象が私にはありました。で何かの効果を検証するなら、同じレシピとその工程と条件のを一緒にして一つ一つのことを変更して、それがどういうふうに影響してるのかっていうのを調べない限り、全部を変えすぎるともう何がどう影響したのかが分からなくなるわけなんですよ。で今回のように材料も変えてます。小麦粉の種類も変えました。で手順も湯煎とかしたりしなかったりっていう風に変えているっていうのが結構大きいんですよね。で粉の影響も確かにしっとり感にはつながってると思うんですけれども、何が一番の要因だったのかってこれはね分からないです。こんだけ変えてしまうと、もうないろんなことがこう相乗効果になってるのでちょっと難しくなりますよね。で今回のレシピをもし検証したいんだったらですね、同じレシピと工程で、例えば薄力粉をドルチェから特宝笠に変えてみるっていうのをまず一つ検証してみる。これでどう違うか。で、二つ目に、湯煎するしないっていうのを同じレシピと工程で比較してみる。で、三つ目の検証としては、生クリームを加えるというレシピで作るのと、バターを加えて牛乳も加えるというレシピで作るのと別々に試してみる。で4つ目は卵黄を増やしたとあったので、その卵黄を増やしたバージョンと普通の増やさないバージョンで作って比べてみる。これ4つの検証をしないとどれがどう影響してるかっていうのは把握できないんですよ。でそのそれぞれの効果を確認した上で自分が目指す仕上がりに対してどれが必要かっていうことをチョイスしていくっていう手順が必要になります。ただね、ちょっと思ったのが、ふわふわしてるけどしっとり感がないっていうことなんですけど、まあ、どの程度のしっとり感を目指されてるかがちょっとね人によって違うからわからないんですけれども、基本その前のね水飴とか入っているレシピでちゃんと正しく作れているんだったら十分ふんわり、そしてしっとりしているはずなんです。で、もしね、本当にしっとりしてないって感じていらっしゃるんだったら、材料とか、まあ、工程云々っていうよりも、どちらかというと、作り方に問題があったり、まあ、焼きすぎだったりとか、まあ、いろいろなこと、別の
いわゆる作り方の方に問題があるケースが考え方として多いんじゃないかなと思います。スポンジって普通に普通のレシピで作ったらしっとりしてますよしっとりしてないということはなんか粉のね混ぜ方が足らないとかなんか別に要因があるはずなんですよ。でもその要因が自分で突き止められないとなった時にいろんなレシピが世の中出てますからしっとりしそうな感じを全部こう全部入れちゃったみたいな感じにすると、まあ、確かにしっとりはすると思うんですけれども結局なんかよくわからなかってそれぞれの効果も何かよくわからないっていう状態になっちゃうわけなんですね。まあ私からこうなりますよとかいうことはもちろんできるんですけれども味噌のように人の言葉には限界があるんですよ。お味噌どう違いますかって言った時に味が若いですよとしか言いようがなかったりとかその若いっていう表現をどう言うのかってね捉え方も違うし言葉の限界があるんですね。で例えば小麦粉をどう変えたらどうなりますかって言われてももう本当にしっとりなるとかちょっとふわっときめが細かくてとかなんかもうありきたりななんか言葉しかなかなかこう出てこないんですよ。例えば生クリームに変えたらどうなりますかって言ったら私はやったことがあるからその食感を口の中でこうイメージで再現できるんでわかるんですけれどもじゃあこれを人に伝えるってなった時にその人に正確に伝えられるかその人が本当にそれで受け取ってわかるかって言われたらちょっと疑問なんですね。なのでそこを解明したかったら面倒くさいと思うんですけれども4つの検証をすべてやっていただくというのがやっぱりね理解していく上で必要になってくるんです。で私の和モダンフランス菓子のプロコースではこの検証全部やっております個別になのでまあ実験とかね見てもらったら分かるかなというのはあるんですね。で今回ですね私のオンラインサロンの方で9月の12日木曜日なんですけれども自分の好みが見つかる6種類の小麦粉を食べ比べるっていうねパウンドケーキで食べ比べるっていう勉強会ズーム勉強会をオンラインでやるんですね。でねそのズームの勉強会では今6種類なんですけどもしかしたらもっと増えるかもしれないという状態で小麦粉をそれぞれね変えてそれこそさっき言ってたドルチェもあるし特宝傘もあるんですけれども数種類の小麦粉を変えて同じレシピで作ったパウンドケーキを実際に私が作ります。でそれを皆さんのお家にサロンメンバーの皆さんのところにお送りするのでそれを食べていただきながら小麦粉の違いについてね学ぶっていう勉強会なんですね。でこれは実際に食べるから食べると仕上がりの違いとかこのほろっとするとかねちょっと硬いとか曖昧じゃないですか。硬いってすごいざっくりしてますよね硬いって言葉も。でもその違いの微妙な感じを自分で体感できるとイメージがこう自分の中でちゃんとこう分かりますよね。でしかもグループでやるのがいいのがいろんな人の意見聞けるんですよ。私が一人で作って一人で食べてたらこっちは確かにこっちより柔らかいなとかこっちはちょっときめ細かいなとかこっちはほろっとしてるなとか一人で思って一人でそっかっていう風になるんだけれどもいろんな人がいてみんなの意見が例えば10人いて10人聞けるとみんなその言葉の表現が違うわけなんですよ。でそれって自分のお客様って考えた時自分がお客様にその粉を使って何かお菓子を販売したりレッスンしたり提供した時にそのお菓子を食べたお客様が感じる感想でもあるんですよ。この粉で作ったらちょっとホロホロっとしてて舌の上でこう水分を持っていかれる感じがしたって誰かがもし言ったとするじゃないですか。で自分はそう感じなかったとしてももしかしたら自分がその粉を使って提供した場合食べたお客様はそう言うかもしれないっていうことが分かりますよね。
でそうすると自分の中にいろんな知識とかそのいろんな人の言葉と自分の感覚がこう一緒にこうミックスされて知識として入っていくので、これねとっても勉強になると思います。クーさん、サロン勉強会ますます楽しみになりました。 ありがとうございます。でね、私のスタンダードプランの方は全員材料の配送がついてるので、その作ったパウンドケーキが行くんですけれども、ライトプランさんはあの配送物がついてないんです。でも今回だけはね、もう本当に絶対食べた方が食べないともったいないと思うというか、なかなかね自分でその6種類とか7種類の粉を買って全部同じレシピで作って同時に比較するってかなり気合い入れないと一人でやるってできないと思うんですよ。でそういうのを知りたいと思った時に、そういうことをやっているところってなかなかドンピシャでなかったりしますよね。なのでこれを食べ比べられるチャンスってもう一生にあるかどうかわからない感じじゃないですか、自分でやらない限り。でもそれを誰かが作ってくれて送ってくれるってなったらめちゃくちゃ楽だと思うんですよね。でだから今回はですね、もう本当にライトプランの方にもね、皆さんあの希望者には、希望される方はお送りしようと思って、あの今お申し込みを受け付けているっていう状態になっております。そうなんです。なんかね、もう配送料だけで、あの今ってすっごいね、ヤマト運輸さんとかも価格上がってるんですよ。もう配送料とか梱包代だけで半分以上はかかっちゃうんですよね。でも、まあ、材料費とか入れると結局私はもう本当にあの一切何もゼロというか何も利益はないんですけれども、でも本当にこれみんなね、あの知りたくってよく粉の違いめちゃくちゃ聞かれるんですよ。だからもうここでぜひね本当に学んでほしいなって思っていて、なんかそれでね今回ちょっと材料配送っていうのをライトプランの方にもあの今回機会としてね、あの必要な方はあの申し込んでいただけるようにしています。まあ、こういうね勉強会をサロンの方でやっているんですけれども、あの参加してみたいっていう方はまだあと12日なので間に合うので、あのこれからサロンに入りたいという方がいたら、あの受付は可能です、ね、後からね動画で見ることはできるんですけれども、あの全然ねやっぱり実際食べ比べるのと動画だけ見て知識だけ聞くのとではね全然違うと思うんですよね。だから本当にこの機会をぜひね活用、まあ、知りたいと思う方はですけれども、興味がある方は活用していただくと、あのすごくあのいいチャンスだなって思っています。はい、ということでですね、今日はお伝えしたかったことはですね、自分の言葉で語れますかっていうことなんです。だからやっぱりね、自分の言葉で語るためにはこれ一個一個ちゃんと検証していくことが大事。粉ってどう違いますかっていうご質問が出てくるんだったら、粉ごとに自分で食べ比べて違いを知ってイメージできる状態になるっていうことがすごい大事なんですよ。でこれを一個一個全部いろんなことがあるから、それをちゃんと試していくっていうことが大事です。でこれ手間がかかるからね、あのこういうことをあのオンラインサロンの方とかでやると、あの、ね、こちらで準備ができるので、あの皆さん一つ一つこういう疑問を潰せていけるわけなんです。自分の好みのね粉が見つかると、こういう表現をしたいから今回この粉を使ってみようとかいうのが分かるようになってくると、お菓子作りってどんどんね楽しくなるんですね。なのでなんかそういうねちょっと地道だけれども、あの皆さんのきっとこれは役に立つっていうことをねお伝えしていこうかなと思ってます。はい、飲食セット、試食セット申し込みます。ありがとうございます。はい、Facebook で申請します。ありがとうございます。コメント欄、ね、Facebook は私のサロンメンバーだけのグループがあるので、そこの Facebook にね、投稿も、もう何かいただいてると思うんですけれども、投稿いただいた方は、あの、お送りします。もう、ちょっとね、直前になっちゃって、5日までの締め切りなんですよ。でもう、5日になったら作って、ちょっと、先送ろうと思っているので、後から私1名とかって言っても
ね、6種類とか7種類なので1人のためだけの7種類とかちょっとなかなか作れないので、あともうこのタイミングに申し込んでいただいたら一緒に私が作ります。はい、ということでですね、最後まで聞いていただいてありがとうございます。皆さん味噌いいですよ。 体にいいので私毎日ね味噌今食べてるんですよ。でお味噌汁って汁物がね一つこのメニューの中に入っているとすっごくね満足感があるんです。でスープでもいいんですけど、やっぱりねこの発酵をしているこの味噌っていうのはすごいね体にもいいので、ぜひ取り入れてみてください。お肌がツヤツヤになりますよ。今日ねちょっと聞いたお話で最後にお話しすると、イソフラボンのねお話を味噌屋さんから聞いてきたんですね。でその今日味噌屋さんがなんかそこに代表の方がいらっしゃったのかな、なんかで来てイソフラボンのその話になったっていうお話を聞かせてもらったんですけれども、イソフラボンって大豆、要するに味噌の原料になっている大豆に含まれている、ポリフェノールの一種になるんですけれども、イソフラボンってね2種類あるそうなんです。私知らなかったんですけど今日聞いたばっかりなんですけど、分子がね大きなイソフラボンっていうのがあって、それは なんかね糖がくっついてるんですって、イソフラボンに。でそっちの分子の大きい方のイソフラボンは食べたとしても分子が大きいからこうなかなかこう体内に吸収されないんですって。でそれがこうずっと体の中に入っていて腸まで行って、腸の働きによってその糖が分解されて、その違う型になって初めてその体内に吸収されるっていう種類のイソフラボンらしいんですね。でもう一つのイソフラボンっていうのが分子が小さくって体にねすぐにもう食べたらパッて吸収されるっていうのがあるんですって。アグリコン型っていうね、ちょっとアグリコン型イソフラボンっていう名前なんですけれども、それがですね自分の腸内細菌の働きとかに関係なくって、いい野腸でねもう本当にすぐに速やかに吸収されるんですって。でそのアグリコン型のイソフラボンが含まれているのがこの味噌なんですって。だからすっごくね普通のいわゆる大豆とかを食べるよりも、大豆が悪いってわけじゃないんですけれども、体内に速やかに吸収されるっていうのがこうやっぱ味噌なんだそう。味噌のこの発酵してるやつがいいそうなんですよ。でそれを聞いて、いやそうかと、やっぱり同じ大豆食べるのも発酵している味噌食べたらすっごい吸収がいいんだなって分かって、ね、なんかそれを聞いて、あ、やっぱり味噌汁毎食いただこうって思いました。なのでね、これ味噌ぜひ皆さん毎日取ってみてください。お味噌汁いっぱい飲むだけでね、お肌も綺麗に健康になりますので、ぜひね試してみてください。はいありがとうございます。はい、メッセージいただいてますね。試食は当日のズームを、聞きながら家族でいただいてもいいのですか、それとも一人でいただきながら受講に集中した方がいいですか。どっちでもどっちでもいいですよ。受け方は自由なので、ただそのこう集中して自分でメモをね取って、こうなんだろうな、味をこの食感はどうとかってメモっていくでもいいし、もう家族でこう、ね、楽しく食べて、みんながこっちが好きとかこっちがいいとかって言ってるので楽しくっていうのでも全然いいと思います。何も決まりがないの で今んとこね、ちょっとね実際に顔を写していただいて参加みたいなのにしようかなって思ってるんですよ。最初なんでね、初回なので、でもちろんその今映りたくないっていう時はちょっとその時は顔消していただいても、全然家族がバーって来てる時とかはね、ちょっと映ったら嫌だなっていう時は顔を消しておいてもらっていいんですけれども、なんかこう喋る時にまた出てきていただくっていう形でもいいです。できたらでも顔出ししていただいた方が皆さんともこう話がしやすいし集中しやすいかなと思います。やっぱりね、こうみんなでやってる時になんだろうな、
あのすごくわちゃわちゃしてる方が一人いたら、みんなそっちに視線がいっちゃうんですよ。なので、あの気になっちゃったりして集中が途切れるとかっていうことが私ちょっと心配だったので、あのね、ウェビナーにしようかなってちょっと迷ってたんですけれども、あのまたちょっとこれは詳しい内容はオンラインサロンの方でお伝えしようかなと思います。はい、質問ありがとうございましたということでですね、今日はあのまたちょっと長くなりましたけれども、ライブの方終了させていただきます。それでは皆さん、ゆっくりお休みください。さようなら。